マルターズ・アポジーは、日本の競争馬、シュ馬。主な勝倉は、2017年の関谷記念、小倉大将展、2016年の福島記念。出走した40戦中36戦で花を切って、逃げ、個性派の逃げ馬とも評され、人気を博した。重賞3賞は、すべて武士、沢雄二による騎乗で、単賞4番人気以下での勝利であった。 8歳まで競争生活を営み、芝の中距離を主戦場に、有馬記念からスプリンターズステークスまで様々な距離、ダート路線にも挑戦した。父は2007年のアサヒハイフューチュリティステークスを制したゴスホーク県、母は2003年のフェアリーステークスを制したマルターズヒートの間に誕生。 どちらも、藤田義男、藤田有功ナー夫妻の所有馬として活躍し、ゴスホーク県が引退して種ボバ入りした同年に、先に繁殖入りしていたマルターズヒートが、花嫁候補として指名。亡くなった吉男の意志でこの2頭が配合された。この年ゴスホーク県の種付け数は5頭でそのうちの1頭で、ある。牧場時代は、東西寺から骨太の しっかりした体つきで、とても素直で、扱いやすく、手のかからない子であったという。一歳の夏まで、山岡牧場で過ごし、デビューまでは、ファンタストクラブ内の木村牧場で育成された。場名の由来は、冠名と英語で、最高点。新馬勝ち、オープンクラス昇格2月28日、武士、沢雄二を安城に、中山競馬場の新馬戦に、 単勝オッズ11.3倍の7番人気で出走、スタートすぐ先頭に立ち、最終コーナーまで後続から逃げ、先頭で通過した。その最終コーナーで外に大きく膨れる場面を見せたが、インコースに修正しさらに差を広げ、最後まで先頭を譲ることなく入選し、新馬勝ちを収めた。この勝利は、父であるゴスホーク県の3区の JRA のレース初勝利となった。 武士沢は気象が激しいところがあって、物見に関しても敏感です。花に行ったら、ああいう形になり、迷惑をかけましたが、その気象で強い勝ち方ができました。まだ若いところがありますと解雇した。3月14日、同じ中山競馬場で同じ距離の3歳500万以下に単勝オッズ19.1倍の7番人気で出走。 花を奪い最終第4コーナーまで逃げ、戦闘をキープしていたが、同じく先段を形成していた、2番手集団の端内、有事騎乗マイネル・ポルトゥス、三浦港正騎乗オルロフと共に交代し、勝利したストレンジク・オークから0.7秒離された急着に、終わった。4月11日、福島競馬場の姫さゆり賞に、吉田隼人に乗り換わって、出走。 初めての福島とやや10の馬場ながら単勝オッズ5.2倍の3番人気に押された。2枠2番のうち枠を生かし、花を奪い逃げ、最終コーナーから進出を始めた杉原正騎乗の当選カナロアを一馬身退けて2勝目を上げ、オープンクラス入りを達成した。騎乗した吉田隼人は、長京とは違って、向きになって気負って走っていました。 それでも道中は、ところどころで、息が抜けましたし、小回りコースを活かせたと思いますと振り返り、2着の当選カナロアに起乗した杉浦正人は、勝ち馬にうまく逃げられましたと話した。ダービートライアル、重賞挑戦5月9日、1着場に、東京優秀の優先出走権が付与される、トライアル競争のプリンシパルステークスに、村田一世に乗り換わって出走。 初の東京競馬場で18番枠の大外枠で単勝7番人気の指示を受けた。管理する、堀井正宏調教師が、花に行った方が持ち味が生きるし、マイルでも花に行くだけのスピードがあるからね。ラッキーボーイになりたいと、レース前に言及した通りに、大外枠ながら、花を奪って、大逃げを選択。しかし、マルターズアポジーだけが唯一ハイペースの通過で、 後続の他の馬はマイペースでの通過となった。そのため、最終コーナーで失速し、先頭を後続に明け渡し交代し、最終的に優勝したアンビシャスに4.2秒、離された17着に終わった。7月5日、2勝目を挙げた福島競馬場で2戦目以来となる武士、沢雄二を安城に迎えて、重賞初挑戦となるハンデキャップ競争。 ラジオ日経賞に出走、負担重量 53kg の軽いハンデを設定され、単勝オッズ40.8倍の12番人気の評価で、一方前走プリンシパルステークスで勝利したアンビシャスが2400メートルの距離を理由に、東京優秀を回避し、ラジオ日経賞に参戦し、 負担重量 56.5kg のトップハンデで単勝オッズ2.8倍の一番人気に支持された。レースでは花を奪いペースを落とさずに進めたが、最終コーナーで外からアンビシャスが手綱を持ったまま進出し、直線コースで差し切られた。その後、ミュゼゴーストにも追い抜かれたが逃げ粘り、バリ、4着のロジチャリスを首差しり袖けて3着を確保した。起乗した。 武士沢はレースについて逃げは作戦通りです。状況で状態の良さを感じていましたし、今日は自分のペースで行けて、道中も息が抜けました。テンションに難しいところがあるので、これからコントロールできればいいと思いますと振り返った。小場との対決8月1日、初めて新潟競馬場に参戦、小町特別で初めてマイルの距離を選択し出走した。 小馬との初参戦となり、小馬勢に上位人気を譲り、単勝オッズ8.5倍の4番人気の支持となった。レースでは先手を奪い、1番手で通過をしたが、2番手集団の1番人気の4歳、ボバメドーヒルズと、2番人気の5歳ヒンバアサクサティアラに、先行を許して、2着のアサクサティアラに、首差で3着に敗退した。8月16日、再び、 新潟競馬場で前回の1600メートルの距離から200メートル、短縮した1400メートルに参戦、豊坂特別に出走、単勝オッズ4.5倍で、デビュー以来初めて一番人気に押された。戦闘でレースを続けたが、直線で失速し、優勝した村田一世機場の栗の宝ちゃんに1.0秒を離された11着に終わった。休養し間を開け、 11月15日、東京競馬場の TB 化賞に出走、田辺博信に乗り換わって出走した。単勝オッズ5.1倍の3番人気に押された。レースでは先頭を奪い、最終コーナーでも先頭を維持し続けたが、最終的に追い込んできた松岡正会機場のマイネルイルミナルに差し切られ、首差及ばず2着となった。12月5日、中山競馬場の3歳。 以上千万下に安状を武士、沢雄二に戻し出走。単勝オッズ4.2倍の2番人気に押され、戦闘を保ち続けたが、後続に差し切られ、4着に敗退となった。1000万円以下の勝利と1600万円以下での、介入着1月9日、再び中山競馬場の初席賞に出走。単勝オッズ4.7倍の2番人気の指示で、レースでは、 戦闘で1000メートルを60.7秒で逃げたが、先行していた5番人気で、石橋治向城のフェルメッツアヤ後方から追い込んで、きたストレンジブオークに差し切られ、3着に終わった。1月31日、東京競馬場の4歳、以上1000万下に、単勝オッズ3.6倍の1番人気に押され、出走。序盤に逃げ花を奪い、1000メートル通過60.7秒の、 ベースを刻んだ。直線に入っても上がり3ハロン34秒4のメンバー中3くらいの伸びを見せ、脚色が衰えずに後続に2馬身突き放して3勝目を上げた。2月21日、東京競馬場のアメジストステークスに竹豊に乗り換わって出走。初めての1600万下クラスの挑戦となったが、単勝オッズ6.8倍の3番人気に押された。 レースでは10の馬場状態で1000メートルを60秒2のペースを刻んだが最後の直線で後退し7着に沈んだ。間分け4月24日、再び東京競馬場で府中ステークスに再び武士沢に安状を戻し出走。単勝オッズ24.3倍の9番人気となり花を奪ってレースを進めたが1000メートル通過が58.2秒で レースを進め、最後の直線で失速し、11着に沈んだ。5月29日、またまた、東京競馬場で、紫賞に出走、単勝オッズ9.6倍の4番人気であったが、1000メートル、通過が57.7秒のペースとなり、直線で失速し、後退馬群に沈み12着となった。高級、条件戦連勝で再び、オープンクラスへ、 復帰6月に入ったため高級し、1600万、下クラスから1000万下クラスに高級した。高級初戦に選んだのは7月23日、福島競馬場の岩木特別。田辺博信が安城に復帰し、単勝オッズ3.9倍の3番人気に支持され、出走、スタート直後すんなり花を確保すると、1000メートル通過が61.3秒のペースを刻んで、 最後の直線まで先頭を保ち、メンバー中2番目の速さである、上がり3ハロン34.9秒の末、足を見せ、2番手から迫ってきた、戸崎慶太騎乗の1番人気クイーンズベストを3、4馬身、り溶け、1着となり、4勝目を挙げた。騎乗した田辺は、どれだけ足を溜めていけるかが課題でした。絡んでくる馬もおらず、ゆっくり行けたのが良かったです。 今日の馬場は逃げ馬には嫌だなと思いました。かなり外を回りましたが、よく頑張ってくれましたと振り返った。10月1日、中山競馬場の秋風ステークスに参戦。昇級直後で単勝オッズ20.3倍の7番人気という評価での出走となった。スタート直後に花を奪い、最後の直線まで先頭を守り、後方10番手から追い込んできた。 戸崎慶太騎乗場で一番人気のグランシルクを一馬身1、4振り切って勝利。5勝目を挙げ、連勝を記録した。なお騎場した田辺は、この勝利が JRA 通算600勝を記録した。田辺は、久々で、やや気負けしていた分、1600メートルは良かったですね。短期で行けましたし、他が来なかったのも良かったですと解雇した。この勝利で、 オープンクラスへ昇級となった。重症初制覇、GI 初出走11月13日、今まで3回出走し2回勝利を挙げ、かつラジオ日経賞で3着の結果を残し、実績のある福島競馬場の重症、福島記念に参戦。2016年のラジオ日経賞で1着や、前奏のセントライト記念で2着に入っている。 アンドレアシュシュタルケ騎場のゼービントが一番人気に支持される中、母子、沢雄二に安状が戻り、単勝オッズ14.5倍の7番人気での出走となった。2枠3番という内枠を利用して、スタートを切り、同じ逃げを得意とする2番人気のマイネルファニーラを、抑え花に立つと、1000メートル通過61.0秒のペースを刻み、最後の直線に入っても、 後続を寄せ付けず、後方から進出した税便とや3番人気の大和ドレッサーらを寄せ付けず、後続に一馬進一に放して、ゴール板を通過5勝目で3連勝、かつ重勝初制覇となった。起乗した武士沢は2008年の新潟記念をアルコセニョーラで制した以来、8年ぶりの重勝価値を収めた。武士沢は、 同型との兼ね合いもありましたが、スタートが早かったですし、自信を持っていきました。息を入れられましたし、最後はターフビジョンを見て、差があるのは分かっていましたが、気を抜かせないように追いました。馬が充実して良くなっていますと振り返った。ファン投票で100位以内には存在しなかったが、12月25日の有馬記念に出走。単勝オッズ83.1倍の12番人気での、 出走、レース前、相手関係はあるけれど、自分の競馬に徹するだけと状況助手が話した通り、GI にもかかわらず、2番手でレースを進めた2番人気の北サンブラックの5馬身前でレースを進める大逃げを展開した。しかし、最終コーナーの入り口で足が止まり、2番手の北サンブラックら後続に捕らえられてバグに沈み、 優勝した佐藤のダイヤモンドから2.4秒離された16頭中の15着となった。重賞2勝目、中距離路線2月19日、初めて小倉競馬場に参戦し、小倉大賞店に出走。単勝オッズ7.8倍の4番人気の支持を集めた。2015年の NHK マイルカップを制したクラリティス会などが集まり16頭での競争となった。レースでは、 花を奪い戦闘をキープしたまま直線に入り、大外から追い込んできた、高倉良域上の8番人気、ヒストリカルを2馬身離して、優勝、重賞2勝目を挙げた。武士沢は、スタートが速く、スピードのある馬で、折り合いが一番の心配でした。今日も最初は少し、髪を噛みましたが、交渉面で抜けてくれました。最後の直線は、 後ろから何も来てくれるなと思って追っていました。GI を前回走った経験を大阪杯も生きています。激しい気象がいい方に向いてきていますと振り返った。1974年の上る投稿以来、43年ぶり、通算2回目の関東所属場の小倉大商店の勝利となり、また、出走時の馬体重 530kg は小倉大商店制覇で過去最高となった。 4月1日の中山競馬場で開催されるダービー強チャレンジトロフィーと4月2日の阪神競馬場で開催される大阪杯に登録していたが重賞2勝で重いハンデを課されることからダービー強チャレンジトロフィーを回避し行者を選択2017年から新しく GI となった大阪杯に出走した出走した14頭のうち7枠11番という 外枠に入ったが、今まで通りに良いスタートを決め、比較的内枠からスタートした、同じ逃げを得意とする、ダザイケースケ機場のロードバンドールを制して、花を奪うと、そこから、ロードバンドールに5馬身離して逃げ、1000メートル通過59.6秒のペースを刻み、直線半ばまで先頭を守ってきたが、足が止まり、2番手に位置していた北山ブラックらに、捕らえられて交代した。 最終的に優勝した北サンブラックから1.5秒、離された12着に終わった。間を空けて7月9日、重賞勝利を含む3勝を挙げている、福島競馬場の七夕賞に出走。唯一の重賞2勝馬のために負担重量 57.5kg のトップハンデを課されたが、単勝オッズ4.1倍の2番人気の評価を受けた。レースでは、 花を奪い先頭でレースを進めたが、1000メートル、通過タイムが58.0秒となり、最終コーナーで2番手のマイネルフロストに捉えられて、交代、最終的に優勝したゼービントから2.0秒、離された11着に沈んだ。起乗した、ブッシサワは、JRA 通算299勝で300勝が、かかっていたが、七夕賞ではなわなかった。ブッシサワは、 見ての通りです。あれだけせられては仕方がありません。あれも競馬ですと振り返った。重賞3勝目、マイル路線転候8月13日、2016年10月の秋風ステークス以来の1600メートル、マイルの距離に参戦、サマーマイルシリーズ第2戦、関谷記念に出走した。単勝オッズ12.1倍の7番人気の評価となった。 相変わらず良いスタートの後、後続を離して進み、最終的に後続を一馬身一、四離して、優勝、重賞三勝目となった。追い込み馬優しい馬を寄せ付けずに、直線二番手のウィンガニョンがそのまま二着となるなど、前が止まらない馬場も味方したが、武士沢は、これがこの馬の持ち味と表現し、 前走の負けを引きずっていないか心配していましたが、その不安を払拭してくれました。本当に真面目すぎるほど真面目な馬です。これから先、相手が強くなっても今日の競馬をしてほしいですと、振り返った。堀井町教師は、もともとマイルは最適だと思っていた。スピードが他の馬とは違うからねとし、もうマイル路線に切り替えたのだから、 とマイルの距離のレースに出走していくと明言した。9月10日、サマーマイルシリーズ第3戦、京成杯オータムハンデキャップに、負担重量 58kg で、トップハンデとなったが、単勝オッズ4.5倍の2番人気を背負い出走。スタートを決めて先頭に立った。最終コーナーまで先頭を保ち、上がり3ハロン35.1秒の足で逃げたが、 後方から上がり33秒台の足を使って追い込んできたグランシルクとガリバルディラに抜かれて交代優勝したグランシルクから0.6秒離された4着となった。なお1着のグランシルクと2着のガリバルディが共に15ポイント獲得しサマーマイルシリーズのチャンピオンとなった。このレースに勝利すればサマーマイルシリーズ制覇も考えられたが13ポイントで サマーマイルシリーズ3位となった。起乗した武士沢は快速場ですが5 8ラムの分だけ重く感じました。よく粘ってくれましたと解雇した。11月19日、初めて京都競馬場に参戦、マイルの GI であるマイルチャンピオンシップに出走、単勝オッズ13.8倍の6番人気の評価を受けた。スタート直後に鼻に立ち、 最後の直線まで戦闘を守ったが伸びをかき、後続に追い抜かれて馬群に沈んだ。優勝したペルシアンナイトから1.1秒を離された15着に終わった。柴田義富との新コンビ結成2月25日、中山記念に柴田義富に乗り換わって参戦。単勝オッズ14.1倍の6番人気の指示となり出走した。スタート直後から花を切り逃げ、 最後の直線でも逃げ粘った。ゴール直前では2、3番手で先行していたウィンブライトとアエロリットと並び整理かけ、横一列になってゴール板を通過した。しかし、勝利したのはウィンブライトでタイム差なしの首差2着にアエロリット、それに頭差離されてウィンブライトにタイム差なしの3着となった。3月31日。 中山競馬場にて連戦となる、ダービー強チャレンジトロフィーに、柴田義富が続投資参戦、単勝オッズ5.5倍の3番人気での出走となった。花を奪い先頭でレースを進めて、先頭で最後の直線に導入したものの、後方から追い込んだヒーズ・イン・ラブラが対等されて、バグンに沈み、9着となった。2000メートル戦に復帰続いて6月2日、 阪神競馬場の鳴るを記念に、竹豊に安城を戻し参戦、単勝を都合点1倍の3番人気に押された。スタート直後に鼻に立ち、逃げて、レースを進めた。最後の直線まで先頭を守ったが、後位から抜け出した、ストロングタイタンらに離されて、後退、優勝した、ストロングタイタンから0.7秒離された4着となった。間を空けて8月19日、 初めての札幌競馬場参戦、定量戦の GII、札幌記念に柴田義富と共に出走。単勝オッズ22.9倍の9番人気に押された。1枠1番のうち、枠を生かしてすんなり花を奪い戦闘で逃げ、1000メートル、通過は59.1秒のペースとなった。しかし、第3コーナーで戦闘を3番手に位置していた、マイスタイルに明け渡した。 最終コーナーでは2番手でからの抜け出しを図ったが、後退、優勝したサングレーザーに1.9秒離されて15着敗退となった。逃げるも続く、開着順10月20日、ダービー日チャレンジトロフィー以来のマイル戦となる、フジステークスに参戦。単勝オッズ37.5倍の8番人気での出走となった。7枠15番の外枠ながら、花を奪い先頭で、 逃げの策を打ったが、最後の直線で伸びをかき交代、最終的に優勝した路地くらいから1.1秒、離されて14着に敗退した。11月11日、福島記念に、戸崎慶太に乗り換わって参戦、8.4倍の4番人気での出走となった。スタートから花を奪い先頭でレースを進め、1000メートルを57.6秒で通過してしまい最後の直線では、 余力がなく交代、優勝したスティフ・フェリオから1.0秒離された7着となった。続いて12月1日、阪神競馬場のチャレンジカップに、福永祐一との初コンビ結成し参戦、単勝オッズ22.8倍の7番人気という評価を受けた。同じ逃げの客室であるサイモン・ラムセスを制して、花を奪い先頭でレースを進めた。 最終コーナーまで戦闘を保ち続けたが、直線に入りあまり力なく後退。7着となった。出遅れ、GI 優勝バラに先着できず2月17日、小倉大将店で復帰。柴田義富とのコンビを復活し参戦、単勝オッズ19.2倍の10番人気となり、出走。しかしスタートで出遅れ、レースは14番手での進行となった。 最後の直線では13番手から上がり3ハロンのタイムが出走メンバー中3くらいの34.4秒の足で追い上げようと試みたが前方でレースを進めたスティッフェリオや谷のフランケルラに届かずそれらに1.2秒離された13着となった小倉大賞展の1週間後の2月24日初の連投で中山記念に参戦 G.I. バが5等出走する豪華なメンバーが出走した。武士沢に安城が戻り、単勝オッズ51.1倍の7番人気での出走となった。良いスタートを切り、花をダッシュすることに成功した。最後の直線まで先頭を保ったものの、ウィン・ブライトと G.I.U. ショーバ5等に先着を許した7着に終わった。続く2桁着順3月30日。 ダービー今日チャレンジトロフィーに出走、単勝オッズ18.8倍の11番人気に押された。レースでは、スタートに成功し、同じ逃げを得意とするエーシンティンクルを抑えて、花に立ち、最後の直線まで先頭をキープした。しかし、最後の直線で相手を突き放すあまり力なく後退、優勝したフィアーのロマーノから1.3秒離され14着に終わった。急用を挟み、 7月7日の七夕に行われた七夕賞に出走、単勝オッズ39.7倍の15番人気の評価となった。レース序盤から逃げの手を打ち、1000メートル通過が58.0秒となった。そのため、最後の直線でもう一伸びする余力がなく交代、優勝したミッキースワローから1.7秒離された13着となった。ダート挑戦8月11日。 デビュー以来36戦目で初めてのダートレースであり、札幌競馬場で行われるエルムステークスに参戦することとなった。ホリ町調教師はダートへの適性はあると思う。追い切りの動きから見てもしっかり動けているし、走り方も悪くないですよレース前と分析し、今回も大逃げを打つだろうと発言。乗り換わり、初めて騎乗する菱田祐二もまた、 いくつもおりです。自分の競馬をしないと意味がないですからと逃げることを宣言した。初めてのダートは単勝オッズ28.3倍の9番人気という指示を受けた。レースではスタート直後につまずき花を争うことができずドリームキラリが花に立った後方の3番手に位置するレースとなった。しかし3コーナーを4番手で過ぎて以降交代し、 最後の直線に差し掛かる頃にはさらに後退し13番手、上がり3ハロンも42.5秒と振るわず、1着となったモズアトラクションから5.8秒離され、かつ13着のリーゼントロックから大差をつけられた14着となった。短距離路線転向秋は、スプリントの距離に転向、9月29日のスプリンターズステークスに参戦、することとなった。 丸山元気とのコンビを結成し、単勝オッズ205.6倍の15番人気の評価で出走した。レースでは、スタート直後にモズスーパーフレアに花を譲り、ファンタジストと馬体を合わせる2番手でのレースとなった。最後の直線では、ファンタジストと並んで交代し、最終的には優勝したタワーオブロンドンに1.6秒離されて14着という結果となった。 続いて前走から200メートル距離を延長した1400メートルの GII であるスワンステークスに待つ赤風馬に乗り換わって出走。単勝オッズ92.4倍の14番人気という指示を受けた。スタートで花を取らず、先頭のイエローマリンバ、西運構成に次ぐ3番手でレースを進めた。 最後の直線でも3番手から進出を図ったが、後方から追い込んできたダイアトニックとモズアスコット、先行していたマイスタイルが3頭が抜け出し、後続と差を広げ競り合った。その3頭にはかなわず後退し、その1.1秒後に入線して11着となった。競争生活晩年1月5日の京都金杯に待つ若風馬と共に出走。出走18頭中。 単勝オッズ89.0倍の15番人気の評価で発送。スタートから花を奪い逃げ切りを格索したものの、後続に差し切られて交代。サウンドキアラから1.9秒離された14着となった。ラストラン3月1日、3年連続の挑戦となる中山記念に武士沢に乗り換わり出走。 通算40戦目の出走でレース前にこのレースを持って引退を表明し、ラストランとなった。ラストランでも、ブッシュサワはレース前に自分の競馬ができるかどうかだけですと宣言、その通りにスタートから逃げた。向こう正面にて2番手のソウルスターリングにマークされる、ものの、その他は離して進行し1000メートル通過は59秒3となった。 最後の直線まで戦闘を保持、残り200メートル地点まで競ったが力尽きて、後退し、ダノン・キングリーらに差し切られた。最終的に勝利したダノン・キングリーから0.8秒、離された6着に終わった。引退後は、北海道ニ位カップ町の白馬牧場にて、種ボバ入りすることとなった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。 なおコーナー通過順位も数字で吹きし、一番手通過を赤字で表記する。出走した40戦中36戦で花を切って逃げている。母マルターズヒートは米国産で日本で丸買いとして走って2003年のフェアリンステークスに優勝した。ボフオールドトリエステは AP インディンクでアメリカでグレードレースを4勝、シュボバ入りした後は b c スプリントのシルバートレーン。ブルーグラス S のシニスターミニスターなどを出して、成功を収めた。メス系を遡ると、ソボヒートイズオンの半アニ2984年の、b c スプリントのおハ半アネの子に2002年のキングスビショップステークスの、ジジェスター、別の半アネの子に1 9 9 6年の、トップフライトハンディキャップのフラットフリートフィート。 また別の半姉の孫に2007年のアンタレス S、プロキオン S2008 年のネギシ S, S のワイルドワンダーがいる。ありがとうございます。